今回ですね、日清のカップヌードルで、タイのですね、味付けのものがですね、いくつか販売されていたので、とりあえずですね、今回気になった一つとして、ムーマナオ味、こちらの方ですね、購入してみました。で、タイ語でムーだとですね、豚肉という意味だと思ったんですけども、確かですね、マナオがうーん、ライムだったと思います。ですので、 えー、ここのですねカップラーメンの蓋のところにポークのうまみとライムの風味って書いてるんですけれどもこのポークがムーっていう意味でマナオがですねライムという感じになると思いますねでタイで人気のですね豚の串焼きみたいなやつですねそれがムーピンとかそういうふうに言いますのではい豚肉のですねあの美味しいエキスとライムのですね爽やかな風味のカップヌードルという感じですねで出来上がった状態がですねこんな感じになってます 麺の太さとか食感はです、ね、普通のカップラーメンとですカップヌードルと同じような感じだと思うんですけれども若干ですね、気持ち細めかなといっ,った印象がありました麺の容量はですね、60g 入ってますのでまあまあですね、あの通常のものと同じような感覚でお腹いっぱい食べれると思いますでスープと味ですけれども結構ですね、あの酸味の効いたような感じの味付けで よくですねあのタイとか東南アジア方面行くとですねタマリンド使ったですね酸っぱいタイプのですねスープあると思うんですけどもそういった感じのイメージだなっていう感じなのとあと辛みがですね辛さが結構しっかりありました食べてるときですねまず最初の一口ですねちょっとですねこうむせるような感じがあるぐらいですね慣れるまで 辛いのとあと口のですね唇の周りがですね後からこうピリピリするような感じになりましたので結構ですね辛さしっかりとあるカップラーメンだなといった感じですですので酸っぱくてちょっと辛めのですねこの味付け好きな方にはすごくぴったりなカップヌードルだなと思いましたでこのあとですねあのおじやにしたんですけれどもそうするとですねあの卵を入れて作りまして卵を入れるとこうマイルドになって あのこのおじやがですねすごく美味しかったなといった印象ですあとですねおじや作る時の私なりのですね一つコツなんですけれどもスープをですねまず温めてでスープを温めて沸騰させたところに卵だけですね入れて軽くですねふわっとなるような状態にしておいてご飯はですねまあ冷凍でもあったかいやつあの炊飯器から取ったあったかいやつも何でもいいんですけれどもご飯をあったかくしといてカップの方に入れてですね で先ほど出来上がったスープを温めて卵のふわっとしたやつをですね後からかけてスプーンで軽く混ぜて出来上がったところを食べるという感じにすると卵のふわっとした食感とあと卵のですね香りがすごくいいので美味しいおじやできますのでもしですねカップヌードルとかカップラーメンとかのつゆ使ってですねおじやにするときにやってみてくださいあとはですねもうちょっとこってりさせたいなというときはですねそのおじやの中に 揚げ玉ですね入れると美味しいですで揚げ玉はですねちょっとエビ風味とかですねそういった感じのものをするとあのエビの香りもありますしこってり感も出るので、はい、すごくいいですでカップヌードルタイの味付けですねまだ他にも3つぐらいは見かけたのでとりあえずですねちょっとずつ買って、はい、3つぐらい2つか3つぐらいは試しにですねどんな味付けかあの試しに食べてみたいなと思います